はい、えー、こんにちはレトスノーノです3月26日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます解けないというのは階段の1段に過ぎない解けないからやめた階段を登らずに終わっています階段の上に合格がありますこの階段をどれだけ登れたかが重要なんです解けない問題があっても諦めずに解けるようにしていきましょうそれでは問題に入ります A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結した。C は A を B の代理人と信じていたが、B はこの売買契約について A に代理権を与える旨の表示をした事実はなく、また A は B に対して何らの代理権も有していなかった。この場合、売買契約は有効に成立しているが、 B は売買契約を取り消すことができる、丸かツかという問題です。で、答えはツですね。問題文の中に A に代理権を与える旨を生じした事実はない。また、A は B に対して何らの代理権も有していなかったとえ書いてありますね。つまり、これ簡単に言うと A は無権代理人だということなんですよ。 無権代理による契約っていうのは有効に成立しているとはならないんですね。したがって、ツです。この有効に成立している、この部分が誤りだということですね。で、このあたりはもうきっちりですね、これ問題文を理解するということが重要なので、ちゃんと A は誰なのか、B は誰なのか、C は誰なのかっていうのを、まあ、図を書きながらですね、えー、読み進めていくのがいいと思います。まあ、今回で言うと、A は B の代理人なので、A が代理人で、B が本人ですね。 で C が相手方というような関係性になりますでは問い2ですね宅地建物取引業者はその免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事から営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは供託額に不足を生じた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない丸か罰かという問題ですこれ答えは罰ですね 取引相手が教託所に対して還付請求をして還付された場合、教託所は免許権者に対して営業保証金が不足しましたよっていうふうに通知するんですね。で、その通知を受けた免許権者は取引相手に損害を与えた宅建業者に対して不足額の営業保証金を教託してくださいと通知します。その後、通知を受けた宅建業者は通知を受けてから2週間以内に不足額を 供託しななければなりませんしたがって今回の問題っていうのは不足が生じてからって書いてあるんですねこれが誤りです正しくは通知を受けてからなんですね、まあ、今回の問題に関する還付については非常に重要なので営業保証金制度を利用した宅建業者と還付のつながり全体像についてきちんと理解しておきましょうえ個別上では動画を使って解説しておりますで問い3です 防火地域内で、かつ近隣商業地域内にある対価建築物については、憲兵率の制限は適用されない。丸るか罰かという問題です。え、これ答え罰ですね。防火地域内にある対価建築物で、憲兵率の制限がなくなるのは、憲兵率の限度が十分の八の場合なんです。つまり、防火地域内、かつ対価建築物、かつ憲兵率が十分の八この3つを満たす場合に限って、 憲兵率の制限がなくななくるっていうことなんで、すね。で、商業地域の憲兵率、これっていうのは10分の8って決まってましたよね。まあ、これは、えー、一昨日ですかね、の飲ルマガでもお伝えした内容です。で、今回の問題文は商業地域ではなくて、近隣商業地域なんです。で、近隣商業地域の憲兵率っていうのは、10分の8ではない場合もあるんですね。具体的には10分の6の場合もあるんですよ。 10分の6もしくは10分の8。まあどちらかなんですね。これ都市計画で決めるんですけれども、まあどちらかなんです。したがって10分の6の場合だと、憲兵率の制限がなくなるというルールは使えないわけですよね。したがって誤りになるということです。一応問題文確認しておきますね。防火地域内で、かつ、近隣商業地域内にある対価建築物ですよね。まあここの2つは要件満たしてます。防火地域、対価建築物。ここは OK なんですけども、 近隣商業地域、ここについては憲兵率が10分の6の場合もあれば10分の8の場合もあると10分の6の場合は憲兵率の制限適用されますしたがって誤りになるということですできちんと考えれば答えを導けるっていう問題って意外と多いんですね、まあ、このきちんと考えるっていうのはきちんと理解するってことなんですけどもそういった問題って非常に多いんですよで多くの方がきちんと理解せずに丸暗記をするから結局本試験の時に忘れたってなっちゃうんですよね まあ大体、本試験も頭真っ白になるんですよ。これっていうのは、どれだけ勉強してる方でも、やっぱ、同じなんですよね。もう誰でも緊張します。私もやっぱ緊張するんですよ、本試験の時って。で、緊張して頭が真っ白になるっていうのを前提で勉強をしてるんですね。頭が真っ白になるからこそ、丸暗記じゃダメだなと。理解できるものについては、ちゃんと理解をしようっていう風な方針で、私はずっと勉強してきました。で、実際、個別指導でもそのようにお伝えをしてるんですね。だからこそ、一回でも合格できるわけですよ。 なんで、もしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば、え個別指導をご検討いただければと思います。まあ、同じことになるんですが、まあ、動画の下の概要欄に個別指導の URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。個別指導の動画については、左上の動画からぜひご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。卓研合格目指して一緒に頑張っていきましょう。